今日は何の動画と言いますと、日本もねもう最後になってきたので、この動画上がった時は僕ニューヨークなんですけど、今日は家族旅行に行ってみたいと思います。で、伊勢に行ってパワーをいっぱいもらって帰ってきたいと思います。アシャティ、ネギ塩絶対美味しい。ネギ塩がいい。もう30分ぐらいしかしてないけど、もうお腹空いて休憩してこれ食べるから。うまっ。うまいね。うん、ちょっと待って、うん、右まで完食です。うまっ。おいしいよ。超調理。わー、これうまそう。迷う。肉球パンもありますけど、やっぱこれやねんな。結局モンブランは食べます。パンの前に。パンが美味しい。あ、うまい。最低やろ。顔にソースつけてます。自然が超いい感じ。お座りね、休憩しよう。わびさびの知らん世界で生きてきた人が。俺、わびさびって知ってる？それでは古き伊勢神宮です。もうね、ちょっと来たばっかりやけど、めちゃくちゃパワーもらってる感じします。今から下宮に入っていくので、皆様お楽しみください。めちゃくちゃ自然すごいよ。あー、綺麗。いいなこれ。なんかすごい、なんか吸い取られてる感じ。悪いものが、悪いものを吸い取られていって今、そんな感じします。浄化されると、それ浄化されてる感じがする。そうか、さっきのあれは、吸い取られてる感じは浄化やったんやね。アメリカに行って十何年行ってこういうとこ来たのさ、あんまりないから、やっぱ日本っていいなってめちゃくちゃ思うかも。すごい、この階段すごいわ。この階段やばくない？登りました。ちょっと今からねガチでお祈りするんで、ちょっと動画はここでやめといて、お祈り行ってきます。もう一回いいで、ね、行ってきます。
はい、ということでね、お参り行ってきました。本当に日本ってすごい国やね。敵やと思った。こんなさ、普段まあもう汚いと言ったらあれです、人間汚れてきますからね。でもその中でもすごいたくさんパワーもらったし、もっともっとこのパワーをいろんなところに使いたいなと思っちゃいました。でもね、これ見とったら自分のために生きたらあかんなと、ずーっとこう歴史がある中で人のためやと思うから、うん、よし頑張ろう。この後ね、ちょっと僕は夫婦岩行かせてもらって、明日また別のとこお参りして、日本の県との口夏休み、じゃプチ冬休み、プチ春休み終わってアメリカに帰りたいと思います。はい、ということで夫婦岩来ました。見える？すごいよね。だってさ、もうここ20年以上前に行ってた小学校とか、こう来たらさ、もっとなんか大きかったイメージ。見える？ね、こうやって見て思うんやけど、この時はいろんなさとこ、ま、お見舞い行かせてもらってきたんやけど、ほんまになんか浄化された気分というか、なんか自分がいつもめちゃくちゃちっぽけやなっていうのを思わされました。でもみんなもさ、傷ついたり傷つかなかったり、傷つけられたり傷つけちゃったりとか、人間ってやっぱ悩みってそういうとこになってくるじゃないですか。だからたまにはこうやってパワーのあるとこに来て、自分を見つめ直すとか、そういうのが結構大切なのかなって思いました。だから今日はこの後ホテル行ってバケーションを味わっていきたいと思います。はい、でね、今からホテルに戻ってるんだけど、なんかあるよね、こうさ、楽しい時とかにさ、たまにないっすか、皆さん、なんか襲ってくる、うわー、なんやろこの罪悪感みたいな、自分混乱してていいんかとかさ、楽しい時間やからこそそういう時間も感じるんやろうけど、全部がハッピーになるような生き方をさ、これからしていきたいな。やばい、何この旅行すごい、そんなことばっか考えてます。はい、じゃあホテル行って両親とビール飲みます。はい、ということで今日はね、ここに泊まんねん、鳥羽のシーサイドホテル、ビューフォーラベー、めっちゃ良くない？いや、今日はもうここで癒されるために来ました。で、こう家族との時間を過ごしてニューヨークに帰ります。いいよね。癒される。みんな癒される時間作った方がいいよ、本当に。心やんだらあかんっすよ。本当に。笑顔作れないと、ほんまにさ、だってさ、気をつけないと、笑えなくなる時あるから。僕だって仕事が大変な時にそれはないけど、何かがうまくいってないと思い込むとどんどん悪くなるじゃないですか。それを打開するのも自分やし、いい風に転ばせるのも自分っていうことですよ。今日のこの旅行はこんな話ばっかやね。たまにはこういうのもあるでしょ。なんでこの後露天風呂入って、みんなにバケーションを一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。家族と。すごいよ。ホテルです。行きます。さあ、わざとらしくドアを開けて中に入っていきたいと思います。それではドアが白になります。パパパパーン、めっちゃ綺麗。やばくない？これはやばい。弊社アゲアゲでございます。今日はここでお酒飲んだり、この見てください、この絶景を。あが、その一日絶景とパワースポット行きすぎて、もう自分が浄化されて今もう何も入ってない状況。今日はここでリラックスしていきたいと思います。ビール買ってこよう。ビール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 。え、何ビールがいいんやろ。このビール伊勢のやつですか？伊勢の地ビール。じゃあ伊勢のこのビールを4つもらえますか？どちらが良かったですか？アピルスなの。はい、はい、4。どっちの方が濃いですか？濃いというかドライというか。ちょっと苦味があるというか、もうシートビール。あ、じゃあ2本ずつ。はい、お手柄元気です。元気です。
ありがとうございます。このセクシータイムでございます。とりあえずお先は見せることができません。なのでこちらを見てください。捜査権が取るからね。貸し切りを借りました。はい、ということで朝ですよ。でもお風呂入って実は今から帰るんですけど寂しい。見てこのビューを。いいよね。めっちゃ静かで、もうほんまに今回の旅行は癒された。僕みたいなね、海外でこの人は家族と会える時間とかね、少なかったんで、今回ね、両親と合流を来れてよかったなっていうのと、もう一回しっかり頑張らないとなっていうふうに思わされた旅行でしたね。やっぱさ、夢を追うって簡単じゃないじゃないですか。人それぞれいろいろあると思うんですよ。だから僕が思うのは、みんながね絶対幸せになるはずなの。今日伊勢神宮回るんですけど、この日本を感じて前向きにね、みんなが頑張っていってもらえるような動画に今回実はしたかったんですよ。やっぱね、これからのってラブ&ドリームなんですよ。この愛を持って夢を見るというか、夢を叶えていくとか、夢を持つとか、なんかそういうのが素敵かなって思います。今生きててとかさ、仕事しててとか疲れた時こそ絶対に把握を縛って一歩待つことも大切。しんどい時はそのしんどいって言っていいと思うけど、何かがあった時に逃げようとしないことって大切かもしれない。だからね、頑張った分こういう時間が大切なものなんだって多分気づけてよかったなっていう風に思ったっす。あがんね、暗いからちょっとウェーって言うとやつにしようと思ったのね。で、頑張るべきです。頑張って頑張って叶えるって僕は思ったこの旅行でした。グランティー、こんにちは。どこって？展望台です。もうさ、今からこれ食べようかなって考えてんねん。ずっとどうも絶対美味しい。ちょっと寒いね結局。はい、ということで伊勢神宮着きました。今から行ってくるからね。今日もみんなでパワーもらって帰りましょう。 OK、 レッツポトジャーニー。うちの両親仲良し。めっちゃ綺麗これ。じゃあ今からおかげ横丁に行ってきます。美味しそうなのがいっぱいありすぎて迷ってしまう。ごめんなさい、この本とかわかる。今日修行やで。修行やで。今日修行ってことで、どうですか、岡山まで来てみました。でね、こっからちょっと知り合いのお寺に行って、昨日ね夜中泊めてもらってこんだけ顔むくってるんですけど、今日はもうふざけ一切なしということで修行していきたいと思います。で